こんばんばは、放送日本語のニュースでございます。タンランプロジェクト管理委員会によりますと、プロジェクト投資家を選定するための入札は2024年12月に完了する予定だということです。ジョージ・トンフ高速労働は、トンニ落、ソン・東フ・を含むトンフーをーの4軍を通過します。投資収容作業については、 違法的な統地占有面積約378ヘクタールに達し、全面的な統地,地収容を1回限りで実施されます。プロジェクトの進捗を加速させるために、単論プロジェクト管理委員会は、総人民委員会に対し、統地収容作業を支援するよう、各省庁や議会に推進することを提案しました。また。 単論プロジェクト管理委員会は、できるだけ早く、プロジェクト向けの統治収容について連絡し、調整できる方針、統治収容最低収支援評議会を設立するよう、道内総に要請しました。道内総人民委員会のグンティ・ファン副委員長は、関連する4つの地方自治体に対し、統治収容に関するデータのまとめ作業を完了し、9月12日までに、 統計投資書に送付するよう要請しましまたこれにともづいて、て計画投資所はプロジェクトの投資収容の放送サブプロジェクトの承認を得るために総人民委員会に提出し、4月12日までに地方自治体が実施するタスクを割り当てます。地方自治体はまた、関連する計画を検討し、実施時に計画間の合間性を確保します。 プロジェクト実施区域内での違法建築を防止するため、施工管理を強化することなどが求められています。国内工業団地の管理委員会からの双方によりますと、2024年7月の工業団地企業の輸入額は10億2400万ドルで、2023年7月に比べて55%以上増加しました。 7か月間の累計では、輸入額は同期に比べて15.9%増の70億4900万ドルで、このうち基礎の建設および事業形成用の輸入品は5億2700万ドル近くで9倍以上増加しました。生産および事業に使用される原材料および化学薬品は、 同期に比べて13.9%以上の65億2200万ドル以上でした2024年7月の輸出には2023年の同期よりも引き続き順調です世界市場の回復により輸出注文が増加しました多くの企業が大量の新規生産集中を受け年末から来年までの集中を受けた企業もあります 生産活路は安定的に回復し各企業ランチにある企業の収益は138億ドル以上に達しこのうち輸出額は90億ドル以上国内消費は46億ドル以上でした。小企業ランチにある企業も国家予算に5億2400万ドルを貢献し2023年の同期と比べて7.4%増加しました。 運輸ソは2025年までに完了する予定だった各葬業に関する投資輸送やインフラ技術移転など作業が余計通りにまだ完了していないと述べましたしたがってまた収容されていない残りの投資は特に東南、文中、韓和、タクラク、ティンワン、ダナン、ハンギン、キンジャン、ティンジャン、ランソンなどの地方において 住宅地と工学連中システムの移転は要求通りにまだ完了していない状態です。具体的には2024年8月早春の時点で、トムライソ層を通過するビンハ道ブ高速労働の第1空間と第2空間の装着率はそれぞれ25%と42%以上にとどまっています。三大空間では、ホチミン市を通過する第3空間の引き渡し率は 40%にとどまり、分人省を通過する空間の引き渡し率は89%に達しました。運業省はまた、複数のプロジェクトの建設の慎重区続は、予期通りにまだ完了しておらず、ビンハン・フン・タカン・高速労働の第一空間と第三空間の新重区率は、それぞれわずか4%に達したという建設・生産工は、 依然として低いと明らかにしました8月13日未明成田空港でアメリカの貨物機が油圧ゲートの不具合のため引き渡して緊急着陸した後日本ある加速路のうち A 加速が閉鎖されていました国路交通省成田空港事務所によりますと13日午前 1>, 1時10分過ぎ、アメリカのロサンゼルスに向かっていたアトラス空港のボーイング747型の貨物機が油圧系統トなどに不具合が生じたとして、成田空港に引き返し、緊急着陸しました。乗員7人にけがはありませんでしたが、タイヤが破裂してホイールが損傷しているのが見つかったということです。この事故により、 成田空港の A カストロは少なくとも7時間閉鎖されました。これに先立ち、昨日、シンガポール空港のボーエング787型機も成田国際空港に着陸中にエンジントラブルが発生しました。成田の B カストロが一時閉鎖されていました。フランス、ドイツ、英国の州論は8月12日に共同声明を 発出しガザ地区の停戦交渉をこれ以上遅らせないよう当事国を求めました協力宣言の中でフランスのエマニュエル・マクロン大統領、ドイツのオラフ・ソルツ首相、英国のキア・スタンマー首相はガザでの即時停戦、全ての人質の解放、人道援助拡大に対するコミットメントを強調しました。3週のはまた、エスプと ある米国の交渉労力を歓迎しました声明の中で3週のはイランとその同盟国に対し地域の緊急を高め停戦合意成立の可能性を脅かす可能性のある攻撃を申請するよう求めましたイランでハマスの指導者イスラエル・ハニヤ氏が暗殺されたことを受けハマスとイスラエルの間で停戦合意に達する取り組みが 政策になりつつあるとして各国が懸念を示していましたイランとハマスはこれについてイスラエルを非難していますご清聴ありがとうございました